皆さんこんにちは、森田正弘です。今日は僕が普段からサロンワークで意識している、ナチュラルで品のあるカラーっていうのを、レシピをいくつか紹介しながら、そのポイントだったりとかっていうのも、解説していきたいと思います。僕自身のお客様でも普段から結構若い方からもうちょっと年を重ねた方まで結構幅広い層がいらっしゃいますので、まず低明度系のオリーブ系の色味、中明度のミルクティー、マックスミベージュで、ハイトーンの、ベージュっていうのをちょっと今回3つレシピやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、まず1色目は、オリーブ系の、色味を紹介したいと思います。結構オリーブ系の色味、多分最近オーダーされることめちゃくちゃ多いと思うんですけど、結構オリーブって意外に難しかったりするんですけど、僕が基本的にオリーブを作るときは、大体この2色を使ってます。キラテラさんの、ダスティーグレーと、アクセントカラーのグリーンっていうのを、使っていることがすごく多いです。で、割合としては、こっちが1に対して、まあ、10% から 15% ぐらいミックスするっていうような形をとっていて、で、まあ、考え方としては結構マット系の色味を作るとき、マットを使ったりとかする人もいるとは思うんですけど、個人的には、マットで作るっていうよりかはモノトーン系、こう無彩色系の色味をベースに使って、まあ、そこにちょっと色味の強いグリーンを、まあ、10% から 15% ぐらいミックスするっていうのが結構失敗が少なくて、個人的にはすごいいいなって思っています。で、オリーブ作る時のポイントって、カラー剤もそうかもしれないんですけど、やっぱブリーチのベース作りってすごい大事だなって思っていて、ブリーチのベースでやっぱオレンジ味をある程度残しておいてあげるっていう、アンダーを削りすぎないっていうのがすごい大切かなっていうふうに思うので、まあ大体レベルで言うと、まあ、14レベルから、まあ、16レベルぐらいで、もうちょっと柔らかくしたい人の場合だったら、アルティストのトープグレージュをベースに使って、このキャラデコのアクセントグリーンを、まあ、10% 15% ほどミックスするっていう感じですね。で、このミックスする割合っていうのは、まあ、お客様のその赤みの強さだったりとかで、まあ、調整していただくような感じなんですけど、まあ、大体 10% か 15% ぐらいで結構オリーブ感ってしっかり出てくれたりするので、あんまり混ぜすると逆にちょっと濁りすぎて、ちょっとグリーン味が強くなりすぎちゃったりとかするので、まあ、そこら辺は注意してほしいのと、まあ、16.5 とか16ぐらい付近になってきたら、まあ、補色としてバイオレットを使ってあげた方が結構色の感じとかもすごく綺麗になるかなって思うので、まあ、それより低い明度に関してはもう本当に、まあ、僕はモノトーン系とグリーンっていうのを結構ベースに考えてるって感じなので、まあ、この材が僕は使うことが多いんですけど、まあ、これ以外でもこの皆さんのお持ちのものでも、まあ、モノトーンも結構ちょっと青みをやっぱ含んでるモノトーンとかの方がやっぱそのアンダーに対しての補色の効果というか打ち消してくれるっていう効果が出てくれるので、まあ、ちょっと青みがあるモノトーン系っていうのをチョイスしてあげると、綺麗なオリーブ感、赤みがなくて透け感のあるものが作れるかなって思いますので、はい、ぜひ試してみてください。一番いいのは まあ、ある程度そのちょっと明るくできるって感じだったら、まあ、ブリーチに抵抗あるって人も多いと思うので、まあ、結構今ブリーチなしダブルカラーっていうのってすごい流行ってると思うんですけど、まあ、一回カラー剤の明るいので上げちゃって、でそれに対してトーンを設定を7トーンぐらいにしてあげて、グッとオリーブっぽく寄せてあげるっていうのもすごくいいと思いますし、まあ、ワンメイクでいきたいっていうんだったら、さっき言ったその配合にちょっとトーンアップっていうお薬のものをミックスして、まあ、加減法というかこう明るくさを出しながらこう色をグッと入れてってあげるみたいな感じでやってあげると、ワンメイクでも結構透明感が出るんで、まあ、その時は、まあ、大体その 6% とかちょっとしっかりアンダーを削ってくれるような加水を使ってあげて、はい、トーンアンダーを削りつつ色味もグッと入れてあげるみたいな感じもおすすめだと思います。はい、2つ目に紹介するのが、もうみんな大好きで、これのオーダーを受けたことない美容師さんいないってぐらい言われるミルクティーですね。はい、ミルクティーカラーを紹介したいと思います。で、ミルクティーを作る時に、使った色味が、ウェラのソフタッチの 6-7 と、ソフタッチの 6-11 と、6-68 ですね。これもウェラのソフタッチ全部、ウェラのソフタッチっていうのでやってます。で、個人的にこのカラー剤めちゃめちゃ使ってて、特に中明度領域、まあ、僕が言う中明度って大体まあ17レベルぐらいな感じなんですけど、まあ、16.5 から17.5 とかぐらいの感じだったらソフタッチめちゃくちゃおすすめです。で、まあ、色味の解説をしていくと、この6の7番っていうのが、ブラウンですね。ブラウンなんですけど、どっちかっていうと薄い感じのブラウンですね。皆さんが使ってるアルカリカラーよりも、まあ、これ全部 B アルカリカラーなんで、アルカリカラーに比べてちょっとニュアンスっぽいような感じの色味が出しやすいって感じになってて、
でこの6の11っていうのが、まあ、俗に言うモノトーン、グレーですね、グレー系の色味で、この6の6、8番っていうのが、ピンクパープルですね、補色で使うことがすごく多いです。あの従来のバイオレットよりもやっぱちょっとこうピンク味が入ってるというか、結構柔らかいようなニュアンスになるので、配合としてはこの6の7が、2で、6のこの11が1で、それに対してこれをまあ 20% とか入れたりとかしてます。でミルクティーを作るって感じです。で、まあ、別にこのカラー剤じゃなくてもミルクティーって全然作れると思うんですけど、まあ、僕が思ってるのは、まあ、ミルクティーって基本的に多分ブラウンと、モノトーン系と、補色でバイオレットで、そこに柔らかさを出したい場合はピンクをちょっとミックスしてあげたりすると結構、ミルクティーっていうのはすごく表現しやすいかなっていうふうに思います。でお客様によって結構そのもうちょっとくすみ感が強いのをミルクっていう人もいるし、ベージュ味がある人をミルクっていう人もいるしって結構いろいろだと思うんですけど、くすみが強くしたい場合は例えばモノトーンを割合をちょっと多くしてあげるとか、柔らかさを出したいんだったら、ピンクもミックスするのもそうだし、ベージュブラウンっていうのをちょっと増やしてあげるっていうのがすごくおすすめかなって思います。で結構ソフタッチって中明度領域に対してはめちゃくちゃニュアンスっぽくて柔らかい色の表現ができるんで、僕はもうめちゃくちゃこれを使うことが多いですね。でこれを例えば全部オール1で混ぜてあげたりとかしても、ちょっとこう紫がかった柔らかいグレージュみたいなのとかもすごい表現しやすいから、この割合3つの割合を変えたりするだけでも結構色の幅はめちゃくちゃ増えますね。基本的にこれ機材としてそのアジア人特有の赤みを削るためにほんのりちょっとやっぱマットみが入ってるらしいんですよ。どのやつにも中明度とかだったらめちゃめちゃ柔らかい感じの色味ができるので使ってみるといいと思います。じゃあまず、ベーシックな感じのミルクティー、こんな感じの色味ですねは、基本的にこの6の7番が1で、この6の11が1に対して、6の68、これが補色になっているので、これがだいたい 20% をミックスすると本当にこういう感じの色味になったりとかするので、はい。で、まあ、この3つとかをちょっとこうバリエーションとして、やっていくと、ちょっとほんのりラベンダーがかったようなこんな感じの色味だったりとかだったら、今度補色のピンクパールっていうバイオレット、薄いバイオレットみたいなのを、メインに持ってきて、これが3で、このブラウン6の7番が1で、この6の11が1とかだと結構こうニュアンスのあるようなこういうラベンダーグレージュっていうのがすごく作りやすいなっていうふうに思うので、はい、だし、このソフタッチのめちゃくちゃいいところは、まずその BR カリカラーなんで、そのお客様の髪の毛に対しての負担がやっぱめちゃくちゃ少ないっていうのと、洗い上がった後とか仕上がりの質感がめちゃくちゃ柔らかくなるんで、お客様からもそこは結構好評いただいてます。でアンダーがちょっとまだ削りきれなくて若干ベースにオレンジ味残ってるかなっていう時だと、6の11さっき紹介したやつだとちょっと薄すぎるんで、まあ、ちょっとアレンジじゃないですけど、まあ、バリエーションとしては今度この6の8番っていうこっちが、もうちょっとさっきよりも、パールというかグレー味がちょっと強いものになっていますので、これをベースに使っていきます。でその時はオレンジ味の残り方にもよるんですけど、まあこれ一体こうまあ、1にしてもいいですし、もうちょっとこう赤み強そうな感じだったらこれを増やしてあげて、まあ、2-1だったり3-1っていうのをやってあげるといいと思います。でその場合6の6-8とか結構紫、ちょっとこっちも結構紫みを感じるので、まあ、その時はまあ 10% とかぐらいで抑えてあげてもいいかなと思います。この6の6-8っていう補色いくと、あのオレンジ味があってもミルクティーに寄ってくれるんで、ただ11よりもちょっとトーンが落ち着いては見えるとは思うんですけど、そのオレンジ味がある人にも対応するためにはちょっとモノトーンの色味を強めにしてあげるっていう選定の考え方がいいかなと思います。乳液はあの 3% で、まあ、一応推奨は2倍なんですけど、やっぱ色味が濃くなってくれるんで当倍でもいいと思います。あと柔らかい、粘性がめちゃくちゃ柔らかいんで、あの伸びがいいんですよね。なんで塗ってる感じの感触とかもすごい塗りやすいですし、しっかり浸透してくれるっていうようなメリットもあるので、はい、もう使いやすい、塗りやすいです。で、最後3つ目に紹介するのが、ハイトーンの高明度のホワイトベージュですね。でアンダーでいうと、まあ、18レベル以上、もうほんとペールイエローぐらいですね。黄色みとかもちょっと薄くなってきてっていうような領域で使ってるカラー剤を紹介します。で使ってるのは、アジアンカラーの、クリアピンク と、同じくアジアンカラーのクリアベージュっていうのを、1対1でミックスしてます。
でトーンによっては結構例えばクリア剤とかで1対1にすることとかもすごいあったり、これ自体がもうすでに結構ペールな薄い感じの色味なので、まあ、今日使った、ケタバの色味とかだったら、まあ、18レベルぐらいなんで、その場合だったら、クリア剤なしで1対1でやってあげるともうホワイトベージュです。もう誰がどう言おうとホワイトベージュになっちゃうっていうような。でこれのすごいいいところってやっぱ安定感がすごいやっぱあるから、グッと色が入りすぎたりとかっていうミスもすごく少ないし、かなり使いやすいと思います。で結構補色とかを使わないっていうことにが多いんですけども、その通りの領域だと補色使うと逆にちょっとグレーっぽくなりすぎたりとか結構こう難しかったりするんですけど、薄いピンクとベージュ使うとめちゃくちゃ肌なじみのいいようなホワイト、なんかギラつくホワイトじゃなくてどっちかっていうと肌なじみのいいの。これ多分完全に好みによると思うんですけど、やっぱハイトーンでも結構ね、目上のお客様とかでも挑戦したい人いますし、そういう方ってどっちかっていうとこう白髪っぽく見えたりするのが嫌だとかギラつくのが嫌だっていう人ってめちゃくちゃ多いんで、その場合だったら基本的に、まあ、ピンクとベージュで作ることが多いし、もうちょっと攻めたちょっとシルバー味感じてもいいよっていう人だったら、クリアシルバーって色が、あるんですけど、クリアシルバーを、ミックスしてあげるって感じで作ってあげるともうちょっとこうシルバーっぽくなってちょっと攻めた感じになったりとかするん でもうちょっと攻めたいよっていう人だったら、まあ、シルバーの色味だったりとかを使って、作ってあげるっていうのがすごく多いですね。クリアラインって他にもあって、あとクリアシルバーとクリアアッシュっていうのもあるんですけど、まあ、そこら辺とかも使っていけば割とどの色味でも対応できるかなっていうのは個人的には思ってるし、僕が作ってるハイトーン、インスタグラムとかで上げてるハイトーンとかは基本的にほぼこれでやってます。まあ、あと例えばアレンジレシピとしてなんかこうちょっとほんのりピンクがかったような感じだったりとか、こういうちょっとほんのりラベンダー感じるみたいな、あくまでピンクが主で来てるんじゃなくてニュアンスでこうなんかピンクの薄くベールがかかってるみたいなデザインを作るときは、さっき紹介したホワイトベージュの色味をベースに使ってあげて、そこにラミューズの、ピンクを 10% ミックスしてあげたりとか、まあ、他にカラミューズの、ラベンダーを 10% ミックスしてあげて、ホワイトベージュっていうものにほんのりこうベールがかかったような感じの、色の表現がしやすい。基本的にトーンが高くなったら 3% で、いくことがすごく多いですね。基本的には 1対1で作ることが多いんで。はい、購入されるんですか？あ、結構買いますよ。普通にまあ渋谷に店舗もあるんで、その店舗に行っちゃったりとか、あとはオンライン、これやっぱめちゃくちゃ便利なんでオンラインで発注もしますし、しかも他のところって結構意外に送料5000円で無料だったりとかするんですけど、ビューティーガレージさん3000円なので、割と結構その少ない数からでも頼めるっていうのめちゃくちゃ助かるなって思ってるのと、あとまあこれ結構そのビューティーガレージの渋谷さんから、まあ、半径3キロぐらいまでの限られたエリアにはなっちゃうんですけど、30分以内でバイク便っていうのを運んできてくれるめちゃくちゃ便利なやつがあって、みんなあるあるだと思うんですけど、なんか営業中これ足りなくなったみたいなのってめっちゃあるじゃないですか。そういう時に即時やっぱ対応してもらえるっていうのはめちゃくちゃありがたいんで、これはかなり助かりますね。まあ、よりやっぱ持ってきてくれるっていうことでね、やっぱそのお客様によ、より尽くせる時間が増えるっていうのはね、本当美容師さんファーストの考え方だなってすごい本当ありがとうございます、ビューティーガレージさん。